いろありましたが、花嫁紹介の折り返し地点に来ました。ノアさん、ここまでやってきてどうでしたか？しのぶちゃんの花嫁姿、感服でした。ここはひょっとして天国なのでしょうか？司会者は私情を持ち込まないようにお願いしますね。次は私、花巻とわがプレゼンターを務めます。私が誰を紹介するかはこの頭のリボンを見ればわかるよね。というわけで、元気いっぱい、どんなことにも全力で立ち向かう運動神経抜群の四女、中野四つ葉の入場だ。こんにちは。今日は1ミリも悔いの残らないイベントにしましょう。なるほど。確かに運動神経抜群のゆかちゃんなら四つ葉ちゃんにぴったりね。ちょっと元気よすぎる気もするけど。ふっふっふー、私たちが組めば無敵よ。そうでしょゆか？もちろんだよ、とは。そのために私たちは厳しい特訓をしてきたんだもの。四つ葉ちゃんの優勝間違いなしだよ。なるほどね、五等分の花嫁のイベントか。うん、ゆかにぴったりだと思うんだけど、どうかな、引き受けてくれる？私、前から五等分の花嫁好きなんだよね。それに四つ葉ちゃんのことも大好きなの。本当？だったら話が早いや。ゆかが一緒だと心強いな。もしかして自信なかったの？うん私、五等分の花嫁も四つ葉ちゃんも大好きだけど、他のみんなの方が知識も情熱もすごいからさ。そういうことだったのね。だったら引き受けるわけにはいかないかな。え、どうして？ゆかも五等分の花嫁が好きなんでしょ？あのね、とは、引き受けるからには私も四つ葉ちゃんを優勝させたいの。でもそれには強力なパートナーが必要不可欠でしょ。つまり私じゃ力不足ってこと？そうじゃないよ。とわの作品愛も四つ葉ちゃんへの愛も疑う余地はない。だけど今のとわは他のみんなに蹴落されちゃってる。それじゃあ勝てる戦いも勝てない。だからさ、とわ、四つ葉ちゃんの得意なもので私を認めさせてよ。四つ葉ちゃんの得意なもの？それってつまり。確認するね。勝負はバスケ101。時間は無制限だよ。無制限？得点で勝ち負けを決めるんじゃないの？こういうスポーツに関しては私とトワじゃ差があるでしょ。それに私が見極めたいのはバスケの上手じゃないから。私だってフォトンのパフォーマーなんだから甘く見ないでよね。その意気その意気。それじゃ始めよっか。どうしたの、とは？まだ一本も決めてないよ。このまま何もせずに終わる気？まだまだ負けるもんか。ほら、これはさすがの限界かな。どうする？降参して保健室行く？まだ終わってないよ。その行為では買うけど、いい加減諦めたろ。四つ葉ちゃんの体力はこんなものじゃないよ。だからこそだよ。四つ葉ちゃんに勝たせるためにはゆかが絶対に必要なの。だから絶対に諦めない。言うね。だったら私も手加減なしで行くよ。このドリブルが止められるかな。暇だ、
か。バスケは格闘技、漫画にもそう書いてある。いや、格闘技ってそういう意味？でも、そっちがその気なら、うわ、ヒップアタック返し？やったな、とりゃの気合があれば十分。私はトワの本気を見せて欲しかったんだよ。まあちょっと予想外な展開だったけど。一緒に四つ葉ちゃんを応援してくれるんだよね。もちろん。トワも情熱では他の人には負けないって自分で分かったでしょ。え？それはそれで四つ葉ちゃんっぽくもあるけど、誰かを応援するならまず自分を信じなくっちゃね。いつの間にか私が応援されてたんだ。ありがとね、ゆか。